迷宮向ける。戦慄迷宮ね、この間初めて行ったんですよ、カブラキで。基本お化け屋敷とかってそ苦手な友達とばっか遊園地行くから行かないでいたんだけど、この間ついにいや行っとこうみたいな流れになって、カブラキは自分がお化け屋敷に入った時にどういうムーブをするのかがねちょっと気になってたんですけど、あれでしたね、カブラキは常にこいつが動くかどうかっていうのをねめちゃくちゃ見極めようとしてたし、5秒に1回後ろを振り返って何かが追いかけてきてないかを確認してたし、なんかずっと床とか手当たり次第探してなんか武器にできそうなものがないかをね探してましたね。でもそれを拾っちゃダメっていう理性も残ってましたね。だから後ろから来る敵に一番先に気づきますよ、カブラキは。ええ本当に生き残る気満々で言ってました。遊びじゃねえんだみたいなさ、なんか一緒に行ってた友達がさ、あー怖い、本当に無理みたいなことをさ言ってるわけ、キャイキャイ言いながら。こっちを、よし大丈夫、僕動かない、オッケーオッケー。これは人形ね、こいつは人形じゃなくて人間だな、いつか動くかもしれない、ちょっとこの後警戒しとこう、みたいなさ。わかる、わかる、遊びじゃねえんだ。やってましたね、うん、絶対生き残りたいもんだってね。ね、逆にさずっと前ばっか見てたりしてる友達に対してさ、なんで後ろ警戒しないのってちょっと半切れだったもんね。やる気あるって思って、いや向こうの方が正しいんだよ、向こうの方が正しいんだけど、楽しみ方として。ただなんかね、後ろから敵が来た可能性とか考えないのってなって、言わないよ、言わないけど、言わないし態度にも出さないけど、なんでカブラケがこんなに後ろを警戒してるのに一緒に後ろ見てくれないの、分かってる、後ろから来るかもしれないって分かってる本当にって、ちょっと思ってたそれは。ね、はい、生への執着心が凄まじかったですね、生命力あふれるカブラキロコということで今後ともよろしくお願いいたします。多分一番ビビってたと思う、マジカブラキ本当に一番ビビってたからガチになってたんだと思うわ。お前とお化け屋敷行くの息苦しいよ。いや言わないよ、言わないよ、行動としてはあれをなんかせいぜいね、なんか服とか腕とかに捕まりながら後ろ定期的に振り返るぐらいだから。というわけでここまでお付き合いいただき誠にありがとうございました。おつらこでした。いってらっしゃい。